さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。カナダドライに新しい味が出ました。こちら美味しそうだし、缶のデザインがエキサイティングです。それはこちらです。カナダドライボールジンジャーエールの紹介です。カナダドライのボールドジンジャーエール。カフェインフリー、ノンカフェインです。見てくださいこれ。黄色と緑。いい組み合わせですね。こちら12缶の方を買ったので、1缶どれくらいするか分かりませんけど、多分89セントぐらいだと思います。日本円で100円ぐらいです。アメリカの店、ビッグラッツっていうのがあるんですけど、そこで買いました。見たことがないので、僕も驚いたし、妻も驚きました。ジンジャーエールの香りがしますね。ちょっとだけレモンっぽい香りもね、します。色もいいですね。黄色です。ジンジャーの香りがマジで強いですね。鼻にツンときます。いただきます。おお、すごい。この味は通常のジンジャーエールをアップグレードしましたね。ジンジャーの味を多めにして、パンチもね、あります。力がありますね。素晴らしい美味しさで、うますぎです。で、後の方に辛みがあって、喉がヒリヒリしますね。グレートですね。大人のジンジャーエールって言ってもいいですね。点数は間違いなく100点満点です。これはね、もう言葉にできないくらい素晴らしかったです。違うレベルのジンジャーエールですね。超美味しかったです。シュワシュワ感もバッチリだし、夏にはちょうどいい飲み物です。一番好きだったのは、後から来る辛みですね。ヒリヒリした炭酸飲料ってあまり見かけないですよね。珍しいです。これはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。カナダドライボールジンジャーエールの紹介でした。次回お楽しみに。それでは、じゃあね。であとちょっとだけレモンっぽい味が、まだ飲んでねえよ。